それはとある世界の、とある国の、とある女の子の物語。8月1日、彼女が目を覚ました時、すべての記憶は失われていた。傍らにいたのは、精霊と名乗る不思議な少年、オリオン。精霊オリオンは記憶が失われたのは自分のせいだという。記憶を取り戻すためなら何でも協力するというオリオンの助言に従い、少女は身の回りを調べ始める。やがて明らかになっていく少女の人間関係。そして見え始める複雑に絡み合った思惑。彼女の記憶が消えてしまった本当の理由。オリオンは悟る。そうか、彼女が記憶喪失になったのは僕との衝突が原因じゃなかったんだ。全てを知ろうともがく彼女の前に現れる組織の人間、伸びる魔の手。果たして彼女は記憶を取り戻せるのか。記憶が消えてしまった本当の原因は何なのか。オリオンは彼女を守りきることができるのか。果たしてオリオンと彼女の運命は。っていうような話だったらよかったのにな。や、おはよう。目が覚めた？あれ、まだ眠い？昨日は遅くまで僕と作戦会議してたからね。でも、目が覚めるなりどなたでしたっけっていうのは、ちょっとひどい寝ぼけ方だよ。ぼーっとしてるみたいだから、今の君の状態について簡単にまとめてみたんだ。今話したのが、8月1日から今日までのあらすじ。僕が精霊オリオン、思い出した？なんだよ、その顔。事実と違うところがあった？そうだっけ？大体事実通りだと思ったけどな。嘘です、ごめんなさい。組織の魔の手とか記憶喪失の真相とか全然何にもありません。単なる事故です。僕の責任です。僕が君の精神体と衝突しちゃったせいで君の記憶が飛んじゃったんです。今のは僕の願望です。はあ、本当に何か真相があるならいいのにな。もし君の背後に何か事情があったとしたら、僕は君を守って戦うんだ。知恵と勇気で君を導いて、巨大な悪から君を助けるんだよ。僕は人間のものには触れないし、君以外の人間には見えないし、喋ることもできないけど。あ、追っ手が！オリオン助けて！任せて、この町の地理は知り尽くしてるよ。次の角で追っ手を巻くんだ。なんてね。まあ実際には君の身辺調査さえままならない僕だけどね。はあ、現実は世知辛いね。
ありがとう。今はまだあんまり役に立ててないかもしれないけど、僕もっともっと頑張るからね。まあ嘆いてばっかりいないで、できることを頑張らないとね。今の僕にできることは、君が安全に生活できるようにサポートすること。ねえ、見てみて。昨日君と作った人物相関図。夕べ君が眠ってから一人でこれを見て考えてたんだ。昨日まで様子を伺ってみて、一通りの人間関係は分かってきたよね。君の親はどこか遠くにいて不在。君は現在一人暮らしで、彼氏はなし。特に親しいのは幼なじみ二人と、バイト仲間四人ってとこ。傷害事件の真っ只中ってわけでもないし、悪質な女性集団によるいじめに遭ってるわけでもないし、悲惨な運命の男から驚きの理由で命をつけ狙われてるってわけでもないみたいだよね。そこで提案なんだけど、これから頼りにできそうな相手を選んで、記憶喪失のことを相談してみない？平和で一般的な人生を生きている君が記憶を取り戻すためには、それが一番の近道だって思うんだ。とりあえず今日はバイトだよね。君が親しくしてるみんなとは結構会えるんじゃないかな。みんなと話をしながら、誰が一番頼りにできそうか改めて考えてみようよ。それでもって、君がこの人って思う人に今の状況を説明しておく。あ、でも何があるかわからないから慎重に様子を見ながらね。どうかな、危険かな。まあバイトしながらゆっくり考えてみて。それじゃあ着替えてバイトに出発。あれ？何？バイト行く途中？だとしたら遅くない？今からならギリギリだろ。どうせまた二度寝でもしてたんじゃないの？その寝起き悪いの直せよ。待ち合わせに遅れるとか迷惑だし。朝っぱらから手厳しいお言葉ありがとう。分かってると思うけど一応説明ね。こいつはシン、君の幼馴染だよ。不愛想だけど君のことはいろいろ気遣ってくれるんだ。スパルタだけどさ、それなりに信用を受ける相手だと思うから、相談相手にしてもいいかもしれないね。何ぼーっとしてんの？返事もないとかいつも以上にひどいけど、まだ寝ぼけてんの？別に寝ぼけてません。ちゃんと睡眠は取りました。なんで俺の周りってボケてんのが多いんだろうな。手がかかりすぎ、はあ、世話焼けるやつばっかりだ。ん？なんか引っかかる言い方だね。何かあったのかな？それとも単に君に対する愚痴？何いきなり謝ってんの？意味わかんないんだけど。だってこの子を責めるような口調だったじゃないか。違うの？別にお前に文句言ってるわけじゃないから謝らなくていいし、お前が手がかかるのは昔からだから気にしてないし。フォローになってないフォローだな。つかもう行けよ、間に合わなくなるだろう。あ、そうでした。じゃあな、バイト真面目にやれよ。だってさ、バイトもだけど頑張って情報収集しなきゃね。真の言う通りギリギリだったね。着替えちょっと雑だったかも。おはよう。最近よく店で会うね。もう6日くらい連続で出てない？
ずいぶん頑張るね。疲れも溜まってきてるんじゃないかな。ほら、君のヘッドドレス斜めになってるのに気がついてないみたいだしね。これ僕が直していい？こら、朝一でさらっと距離詰めるな。このエロ魔人は君のバイト先の先輩であり、大学4年生の一期。ものすごく強烈に女の子にモテて、なんとファンクラブまで存在してる冗談みたいなやつで、とにかくほっとくとどんどん接近してくるので、なんか反応して。ちょっと！意外、照れて逃げると思ったのにな。僕を意識してないってこと？だとしたら残念だけど、まあいいか。綺麗な髪だからずっと前から触りたいと思ってたし。そこまでだ、一休。この声は。彼女にそれ以上近づくな。神聖な職場でセクハラ行為など、店長が許してもこの私が許さん。出たな、統計怪人マッドケント。じゃなくて、彼はケント、同じくバイトの先輩で聖地大学の院生らしい。統計怪人って一気が言ってたけど、実際そんな感じだよ。数字と理論の塊みたいなやつ。この私の目の黒いうちは、そのようなハレンチな真似はさせんぞ、一休。へえ、何の権利があって剣は僕の邪魔をするのかな。権利ならある。なぜなら、過日出題した数学パズルナンバー500、その勝者はこの私だからね。敗者は勝者に従う、それが世の常だと歴史が証明している。であれば、私には君の邪魔をする権利もあろう。え、嘘。剣がそこまで勝利宣言するほど採点結果悪かった？68点だったな。まあこちらも記念すべき500回目ということで、難易度を上げすぎた感はある。次からは少し優しくしよう。クリアできないパズルを出しても仕方ない。やめてよそれ、手加減とかされるとなえるよ。やっぱ本気で来てくんないとさ。ほう、言ったな。ではナンバー501は今までの最高難易度で出題しよう。こっちも全力で迎え撃つよ。やられっぱなしは性に合わないからね。500回もパズル出したり出されたりしてんの、この二人。飽きないな。見ての通り、一輝とケントはすごく仲がいいんだ。双方ちょっと普通じゃない部分を持ち合わせてるけど、信用できない人間ってわけじゃない。この二人に相談するのも手だね。その場合、どっちか片方より二人セットの方がいいかな。ところで、君、そのヘッドドレスは結局どうするの？僕が直す？それとも剣に直してもらう？そこに話を戻すの？っていうか、その二択？了解。じゃあこっちにおいで。これだけ至近距離で君を見つめるのは初めてかな。これで君が僕の虜になってくれたら嬉しいんだけど。どう？まだ聞かない？ヘッドドレス直すだけでしょ？君も悪趣味だな。何も進んで孤高に飛び込むこともあるまいに。盛り上がっているようだな。若さん、おはようございます。おはようございます。おはよう。今日はこれで全員か。時間通りに揃ったようで何よりだ。ふん、ヘッドドレスがずれているな。奥の姿見で直してくるがよい。こちらの話は進めていいよ。だってさ、行こう。
どう？治った？治ったね。よし、オッケー。さっきの人はこのお店の店長さんだよ。みんなからは店長とか若さんって呼ばれてる。基本いい人なんだけど。市内を常に腰から下げてるのはどういう理由なんだろうね。早かったな。では話を続けよう。私は本日は厨房に入る。フロアは二人で手は足りるか。一気。問題ありません。フェアの最中でもないですから二人で回せます。ではケント、厨房はどうだ？今日は早く来て仕込みをしていたようだが。それですが店長、こちらでは問題が発覚している。問題とは？あなたに発注依頼をしておいた生バジルの代わりに大量の乾燥バジルが届いている。昨日の段階で生バジルは尽きた。これでは本日のパスタのジェノベーゼが作れない。何？生バジルの代わりに乾燥バジルと。先週の月曜も同じことがあったが、前回はあなたのミスということで謝罪を受けたはずだ。責任の所在は問わないが、2回連続で同じミスがあったのは言いたい。今から生バジルを買いに行くにしても開店は5分後だ。したがってこの件について判断を仰ぎたいんだが。店長？この私が2週にわたり失策を重ねたというのか。なんということだ。一店舗の店長として許されざる失態、かくなる上は腹を切ってお詫び申し上げる。腹？ストップ。店長、市内じゃ腹は切れませんし、切られたら困ります。まったくだ。だいたいこの店の店長はあなただ。なのにそのあなたが一体誰に詫びるというのか。しかし店長ともあろう者が注文内容を間違えたとあっては末代までの恥。この恥を注ぐには腹を切るしか。だからここ現代日本ですから、喫茶店ですから。江戸城でも松の廊下でもありません。そのすぐ切腹しようとする癖やめてくださいよ。もうとにかく本日のパスタは別のものに差し替えたい。素材の少ないペペロンチーノが妥当だろう。勝手ながらその仕込みは済ませておいた。大した仕込みではないがな。構わないかな店長。かたじけない、その気遣い痛み入る。それじゃそういうことで、メイドの羊開店しましょう。よし、6番テーブル完了。いやー、本日の鍋の注文入ると大変だね。土鍋熱いし重いし。手が空いてれば一気が運んでくれるけど、毎回そういうわけにもいかないしさ。けど喫茶店で本日の鍋ってどうなの？ありなの？と、またお客さんだ。お帰りなさいま。あ、お疲れ。頑張ってる？ちわー。今日はあんたとイキさんがフロア担当だったんだね。こんにちは先輩。私、窓際の席がいいな。え、なんか珍しい組み合わせだな。覚えてると思うけど補足ね。このどうした？ぼーっとして。また低血圧ひどくなってんの？一人暮らしだからって
いい加減な生活するなよ。体にガタが来てから後悔するんだから。おばちゃん的なのがトーマ。面倒見がよくてよく君の世話を焼いてる。年は一つ上でトーマは君の幼馴染だ。シンと三人兄弟みたいに育ったらしい。でこっちの、それトーマさんの実体験？風邪ひいて寝込んで心細くなるって一人暮らしの最初の壁ってよく言いますよね。女の子がサワ、君と同い年で休日とか一緒に出かける友達みたいだよ。ちょっと抜けてるとこあるけどいい子だと思うな。でもトーマさんって実家近いんですよね。だったら風邪の時は実家帰ったら余裕じゃないですか。この子はミネ、君の一つ下の高校3年生で、ちょっとわがままっぽいけど素直なことも言えるかな。この3人は全員メイドの羊のスタッフなんだ。そしてこの店のスタッフは基本的にみんな仲がいい。だから逆に誰か一人を選んで相談相手にするとか難しいんだよね。風邪ひいて実家に帰るなんてありえないね。そんな甘いことさせてくんないよ、うちの親。自立した生活できるように一人暮らしさせられてんだから、風邪とかも含めて自己責任だよ。ふえー、厳しいな。じゃあご両親は全然トーマさんに不干渉なんですか？そう、よほどのことがない限りは俺のことは放置だね。おかげで好き勝手できてるけど。で、こんなとこで立ち話は営業妨害だな。注文してからにしようか。はーい、じゃあ勝手に席に着きますね。長話になりそうだから隅っこ行こう。隅っこ、窓際がいいのに。長話？何の話しに来たんだろうね。お疲れ。一気、向こうの接客済んだんだ。なんか珍しい取り合わせできたね。トーマと女の子二人組って普段ないよね。オーダーもう終わった？まだか。じゃあ僕挨拶がてら注文受けにあの三人のとこ行ってこようかな。すみません、オーダーお願いします。で、ああ、あちらのお客様も僕だった。ごめん、僕の代わりに挨拶しといて。ただいま参ります。お待ちくださいませ、お嬢様。だってさ、じゃあオーダー取りに行こうか。長話の内容も気になるし。やっぱそういうのは川べりだと思うわけよ。池とかはなしなんですか？貯水池とか。川が基本だと思うけどな。じゃあ去年はどこで見つけたんです？私いなかったからわかんないんですけど。あれは、どこだっけ？遊歩道だよ。でもあそこ整地されちゃったからダメかもしれないね。え、そうなんですか？大雨の後に砂が詰まったとかで、川の中と周りを徹底的にきれいにしたらしいよ。環境変わっちゃったから今年は期待できるかわかんないな。じゃあどうしよう。いっそ山とか行きます？いいね、山、ロッジ、キャンプ、バーベキュー。いや待て、カレーも捨てがたい。沢先輩、それ目的すり替わってる。どうせならいろいろ楽しめばいいでしょ、人数多いんだしさ。はぁ、でもシンくんってこういうの嫌がらないですか？バーベキューとか嫌な顔しそう。あいつ個人主義に見えてそうでもないから付き合うと思うよ。積極的に会話に参加しないけど
楽しんでる集団の中にいるのは好きなんだよ。でもまあ山は微妙かな。日帰りできないからね。ダメなんですか？君は高校生で受験生なんだから泊まりはダメ。また来年ね。トーマさん厳しい。俺は監督役だからその辺はきちんとしないと。てか別に最初から俺は優しくもないでしょ。うわ、自分で言いますか。まあでも今回は日帰りって話だったし。これ旅行か何かの話？日帰りでどこか遊びに行く予定でもあるのかな。おっとごめん、オーダーだよな。俺はブレンド、あ、いやカフェオレで。二人はどうする？私シナモンミルクティーで。今日厨房ケントさんだよね。じゃあ抹茶ラテ。じゃあって何ですか？ケントさんラテ系上手なのよ。シン君も店長もうまいけど、その上を行くというか。ああ、なんか抹茶とミルクの配合率がどうの、温度がどうの、フォーム理論がどうの言ってたな。フォーム理論？そうだ、ねえ先輩、先輩はどこに行きたいですか？え？何の話だろう。あ、そうだよね。あんたが主役なんだからさ、自分で選んじゃいなよ。主役？この子も参加する予定だったの？しかも主役って、何もわかんないよ。どうする？何それ。先輩ってほんとトーマさんに甘えまくってますよね。でも仕方ないんじゃない？昔から兄弟みたいにしてたって言ってるしさ。甘えてるかどうかはともかく、俺が決めていいなら決めちゃうけど、そんなんでいいわけ？そうしていただけるととても助かりますね。じゃあネットで調べるかな。俺の一存で行動するならその辺ちゃんとしないとね。期待外れの場所連れてってもかわいそうだしさ。うわ、トーマさん甘い。私たちが意見求めてもどうだろうねしか言わなかったのに。こいつとシンは身内みたいなものだからね、つい必要以上に構っちゃうんだよ。おかげでシンには鬱陶しがられるし、こいつにも最近は微妙にそっけなくされてるし。でもま、久しぶりに頼られたんだからお兄ちゃんは頑張りますよ。この近辺で見つかりそうになかったら少し遠出するけど、それはいいんだよね。遠出に備えて全員ちゃんとバイト代貯めてる？まあせいぜい片道数千円だろうけど。オッケーです。多分当然です。私結構真面目に貯金とかしてるんで。お前も大丈夫だよな。そのためにバイト多めに入れるって先月言ってたし。そうなの？やけにシフトが多いなって思ってたけど、そういう理由なんだ。お出かけするのは確実としても何か目的があるようだけど、それは何なんだろう。疲れた。そしてお疲れ様。今日もよく頑張りました。というわけでちょっとのんびりしながら作戦会議しようか。今日はなぜか都合よくあのお店のフルメンバーに会ったね。僕あのメンバーは誰を信用してもいいと思うんだ。みんな君が記憶喪失だって知ったら力になってくれるよ。そういう人たちだと思う。だけど、だからこそ、誰か一人って選べないよね。もう、朝礼とかでいきなり暴露しちゃおうか。
実は私記憶がないんですって無謀すぎかな。あ、でも君がたくさんシフトに入ってる理由が判明したのは良かったね。君はあのバイトのメンバーと何かの目的を持ってどこかに行こうとしてた。でさ、今日話題に出なかったけど、そのメンバーに一輝やケントは入ってないんじゃないかな。だってトーマが自分のことを監督役って言ってたでしょ。監督役ってグループの中の年長者がやることが多いよね。だとするとそのお出かけにトーマより年上の人間はいない。一輝やケント、ましてや店長は入ってないんだよ、多分だけどさ。まあそこまで深く考えなくてもトーマたちが来た時の一輝の反応で予想はつくんだけど、珍しい組み合わせだってびっくりしてたもんね。お出かけのこと知ってたら驚かないよね。でもどこに何しに行くんだろう。考えてもわかんないや。もういい、あとはまた明日。まだお風呂にも夕ご飯にも早いし、テレビでも見てダラダラしようよ。天気予報を見て明日の天気が良かったら、バイトに行く前に布団干しておこうか。ふかふかのお布団ってすごく。ん？これ何のニュース？ですので、今年の異常発生は気候との関連ははっきりしないとのことです。では去年のように一部の地域だけではなく、広い範囲でホタルが見られるということですね。そうですね。夏の風物詩が全国各地で楽しめそうです。ですけど、異常発生した結果、生態系が狂う恐れはないんでしょうか。今年発生した個体は繁殖力が非常に弱いことが確認されていますので、特に影響はないそうです。そのあたりも不思議ですね。いずれその謎が解明されるんでしょうか。ではもう一度先ほどの映像をご覧ください。信濃駅周辺で撮られたホタルの映像です。あ、危な、急にフラッとくるんだもん。倒れ込むとこだったよ。でも、うん、また一つ記憶が戻ったね。今喋ってたのって君でしょ？来年も見ようって言ってたけど、それってもしかしてホタルのことかな？だって今テレビでその話してたでしょ？それを見て思い出したってことはそうじゃない？君は誰かとホタルを見る約束をしたんだ。でもそれって誰なんだろう？あ、ねえ、もしかして約束した相手ってトーマたちじゃないかな？だってほら、池、川、山とか言ってたし、それってホタルがいる環境だよね。よし、じゃあ明日それを誰かに確認してみよう。約束した誰かとホタルを見れば、君の記憶ももっと勢いよくドバーッと戻るかもしれない。トーマたちに的を絞って頑張るぞ。おう！って言ったはずなんだけどな。そういうわけだから、明日の夜、一緒にホタル見に行こうよ。いきなり一気に誘われるし。ホタル見る約束したのってトーマたちじゃないの？一気なの？君明後日休みでしょ？だったら明日の夜はたくさん時間取れるよね。どう？
僕と二人きりじゃないよ。ケンも一緒だから安心して。ケンは車出してもいいって言ってるから。一休、店長が呼んでいる。来月のシフトで確認したいことがあるそうだ。事務室に行ってくれ。店長が？話の途中だったのにな。まあいいや。それじゃあさっきの話考えといて。いい返事を期待してるよ。一休の言うさっきの話とは、ホタル狩りの件だな。相変わらず遊びに関してはフットワークが軽い男だ。私が話を持ちかけられたのはつい3分前のことだ。是も非もなく一緒に行こうと強引に勧誘された。そうなんだ。あれ、じゃあケントは約束の相手ってわけじゃないのかな。とはいえ、私も君にホタルを見せてやりたいとは思っていた。なので可能な限り協力はしよう。え、どっちなの？そういうわけだから、私も色良い返事を期待している。では。ではじゃなくてさ、もっと語ろうよ。去年の約束の話とかしようよ。ケントを追求する暇もなくお客さんだ。はい、お帰りなさいませ、ご主人様。こんにちは。席空いてる？なんだ、右京か。この人すっかりこのお店の常連だね。彼は右京、このお店の常連客で、後の情報は知らないな。カメラマンらしいことはなんとなくわかってるんだけど、他は…発言もわけわかんないの多いし、時々ブチギレるし、よくへこむし、そんな感じの不審人物だよ。性格的には悪い人じゃないけど、右京は信用したらダメだと思う。右京が自分で俺を信用しないでって言ってるからね。注文はキリマンジャロで。あと、若さんいる？見たがってたの取れたから見せたいんだけど。これは右京殿。また当店にお越しいただけたのですな。いつもありがとうございます。若さん、こんにちは。ちょうど今若さんいないかなって話してたんです。ほう、私に何用ですか？写真ですよ。若さん、ホタルの写真見たがってませんでした？え、またホタル？昨日の夕方、河原で寝てたらなんかチカチカ光るなと思って目が覚めちゃって。なんでナチュラルに河原で寝てるの？それで起きて、そのチカチカをよく見たらホタルだったんです。驚きましたよ、こんな街中にホタルがいるなんて。去年と今年、2年連続でホタルが異常発生しているとの報道が連日なされております。そのせいではなかろうかと思いますが。そうなんだ。ニュースなんて見ないから知らなかったな。それって多分この世界だけのことなんだろうな。他では聞いたことないし。この世界？あ、いえ、独り言です。俺はずっと日本のホタルを撮ってみたかったんで、ホタルに気づいてとっさにシャッターを切りました。その写真がこれです。どうぞご覧になってください。これは？大きいのがホタルの光で、小さいのが星の光なんです。河原に寝転んだまま、夜空をバックにホタルを撮って。だから星の光とホタルの光が混ざってるんですよ。なんと見事な、素晴らしい一枚ですね。現実とは思えない光景だ。でもちゃんと現実ですよ。
なんなら実際にご自分の目でご覧になってはいかがです？この河原、ここからすぐ近くなんで、行こうと思えば行けますよ。案内しましょうか。河原ですか。そうですね。では。お言葉に甘えて案内いただきたい。この光景はぜひこの目で見てみたいので、構いませんか。喜んで。俺はいつでもいいですから、そっちの都合に合わせますよ。では、しばしお待ちを。予定を確認してまいります。なんでみんなそんなにホタルを見たがってるの？なんか思い入れでもあるわけ？と、右京を放置してた。案内しなきゃね。うん、よろしく頼むね。へえ、これホタルなんだ。すごいですね。星の光とホタルの光で一枚の絵みたいだ。これどういうアングルで撮ったらこうなるんですか？下から撮ってるんだ。河原に寝転んで上を見て星空とホタルを仰ぎ見る形で。たまたま星が綺麗に出てる夜だったからいい絵になったんだ。運が良かったんだよ。とはいえ、同じ条件下で我々素人が写真を撮ってもこうも美しくは撮れないだろうな。遠い星と近いホタルと、どちらにピントを合わせるべきかもわからん。その他の技術も奥が深そうだ。そこは一応プロなので。でも最近のデジカメは性能がいいから、素人さんでもいい写真を撮れちゃうんだけど。これどこで撮ったんですか？こんなにたくさんホタルがいる場所はあったかな？すぐ近くの河原だとか、私も見たことはないが。範囲が広すぎてわからないな。河原のどのあたりか、もう少し詳しく教えてもらえないだろうか。だったら一緒に行こうよ。若さんも案内予定だったし。構いませんよね、若さん。であれば明日の晩はいかがか。良い機会だ。当店の従業員全員を参集しましょう。都合がつくものは蛍狩りに来るようにと。どうであろうか、そこな三名。そうですね、ならその方がいいかな。せっかくだからね。私も構わんよ。あてもなく蛍を探すよりはこの方が確実だろう。前年の習いだね。じゃあ3人での蛍探しは全員参加の蛍狩りにシフトチェンジだね。いいかな。君に確実に蛍を見せてあげたいから、3人で出かけるのはまた今度にしよう。明日は楽しみにしてるよ。一輝、貴君はリカ殿にも声をかけるとよかろう。彼女も当店の常連なのでな。ありがとうございます。それはリカも喜ぶでしょう。あ、そうだねえ店長、蛍狩りといえば浴衣ってイメージないですか？全員呼ぶならいっそ浴衣で集合ってどうかと思うんですが、女の子多いし華やかですよ。浴衣か、それも夏らしくて良いな。では浴衣着用で来るようにと皆に通達しよう。女子に限らず男子もな。明晩5時当店集合ということで、後ほどメールを。ちょっと待った。右京殿。あの、それってもしかして彼女も参加するってことですか？それはもちろん。何か問題でもござろうか？問題だらけだよ。いい、
河原にホタル狩りなんて行ったら、足を滑らせて石で頭を打ったり、そのまま川に落ちて溺れたり、流れてきた流木に激突したり、夜道で凍えたり、ホタルの光とタバコの火を間違えて触って火傷したり、偶然落ちてきた隕石に当たったり、転落防止の柵が倒れてきて下敷きになったり、転んだ拍子に持ってたうちわの柄がたまたま胸に刺さったり、そんな目に遭ってしまうかもしれないのに。するか！何？何なのこの人？隕石とか流木とかないでしょ。何の想像してんの？でも中に一個だけ本当にありそうなうっかりミスの例があったね。タバコの火とホタルを間違えるってやったことあるのかな、右京。右京さん、それはないですよ。心配するにしても極端すぎです。一休の言う通りだ。そこまで行くとすでに心配ではなく妄想の部類に入るだろう。でもホタルと道端に落ちてた燃え差しのタバコを間違えた時のびっくり感は半端ないんだよ。ああ、やったんだ。暑いし指先やけどしてるからいつまでもズキズキ痛いし、そんな思いを彼女にさせたくないんだよ。右京が君のことすごく真剣に心配してくれてるのはわかるんだけど、右京の話聞いてると乾いた笑いが出てきちゃうのはどうしてなんだろう。そうご心配めされるな。この両名も他のスタッフも同伴するのです。ご婦人の身に危険など及ぼしはしませんよ。わかりました。俺も覚悟を決めます。この命にかけて今回のホタル狩りは無事に終わらせてみせる。そこまで気合い入れるようなことなのかな。お疲れ様でした。明日浴衣だってさ。だけど君って浴衣なんて持ってないよね。なければないでいいとは思うけど、どうしようか。それに結局ホタルを見るのを誰と約束したのかもわかんないままだね。明日全員来るみたいだから、その時に相手の方から接近してきてくれたらいいんだけど。お疲れさん。え、この声は。よかった、ぴったりだったな。そろそろバイト上がる頃だと思ったんだ。なんでトーマ、こいつのシフトとか覚えてんの。気持ち悪いんだけど。失礼だな。俺が覚えてるのはこいつのだけじゃないよ。お前のも覚えてるから安心して。余計キモい。だってお前テストの前日でもバイト入れようとするだろう。てかこの間入れてたよね。この間それを後から知った店長が未成年の学業の邪魔をしたっつってまた切腹しかけて。それじゃ困るから次から真のシフトは俺がチェックしますって話になったの。こいつのはついで。最近妙に店長が俺のシフトに口出してくると思ったらお前が原因か、トーマ。悔しかったらとっとと大学合格しなさい。その後は思う存分バイトに励めばいいんじゃない。こんなとこで無駄話していたくない。とっとと行くぞ。え、ちょっと待ってよ。どこに行くか全然わかんないんだけど。ほらシン、いきなり連れてこうとするな。戸惑ってるだろう。こいつ、いつもこんな顔だろ。シン、いいからちょっと待って。さっき店長からメールが来たんだけど、明日の夜みんなでホタル狩りに行くことになったんだろ。でも俺もシンも浴衣持ってないから
二人で買いに行くかって話になってね。そしたらシンがあいつも持ってないはずだから声かけようぜって言い出して。るせえよ。で、二人でお前がバイト終わる時間に合わせてここに来たわけ。これから三人で浴衣を見に行こう。場所はすぐそこのデパートだよ。反物から仕立ててる時間も金もないから既製品のになるけど、いいよな。なんだ、そうだったんだ。振り向いたらいるんだもん、びっくりしたよ。でも当たりに船だね。お誘いに乗ろうか。僕たちだけじゃどういうものを買ったらいいかもわかんないから。でもこの二人がいれば安心だね。よかった。だからそういうパステルカラー系見飽きたって言ってるだろ。パステルカラーって言うけど、これ白地に桜だよ。別におかしくないでしょうが。お前がこいつに選ぶのってガキっぽいの多すぎ。こっちの紺とかだっていいんじゃないの。そりゃ紺だって綺麗だけど、それ総柄だろ。安物は柄が合ってなかったりするけど確認した。じゃあこっちの青は。いいけど、それ逆に地味じゃない。帯を派手にすればバランス取れるんじゃないの。派手な帯って、青の字に何色の帯を合わせるわけ。黄色とか。黄色ね。なんで嫌そうなんだよ。俺の浴衣と色が被るから隣に並んだ時変じゃない。なんだよその自分勝手な意見。ああシン、お前さっき自分用に選んでた桁変えた方がいいよ。あれだと指痛くなると思う。もうワンサイズ小さくていいんじゃないかな。うるせえよいちいち。二人がいて安心したって言ったのにな。君そっちの毛ですっごい揉めてるね。こんなんで本当に明日大丈夫なのかな。ただいま、おかえり。疲れた。浴衣選ぶのに3時間かかったよ。もうあの二人とは出かけない方がいいよ。面白かったけど大変すぎる。うん、疲れたけど面白かったね。トーマはいろいろ詳しいし、シンは不愛想だけど優しいし、一輝もケントも、それからシンもトーマも右京も店長も女の子たちも、みんな君に親切にしてくれるよね。僕、みんなのこと結構好きだな。でも、君はその中の誰と蛍を見る約束をしたんだろう。で、時間通り全員揃ったわけですが。やだ、先輩かわいい。浴衣似合うんですね。なんかライバル心燃えそう。超悔しい。嫉妬は女性を醜くしますわよ、ミネさん。それに個々の美を比べて嘆くのは意味のないこと。バラにはバラの、ユリにはユリの美しさがありますのよ。この二人の浴衣って彼女たちらしくて似合ってるけど、アレンジすごいよね。とはいえ、どんなにアレンジしてもリカに関しては普段着より浴衣の方が地味に見えるんだな。で、これを見た後で。へえ、そういうのにしたんだ。
いい感じだね。よく似合ってるよ。沢を見ると妙にさっぱり見えるというか、ほっとするのはなぜだろう。そりゃ俺とシンが見立てたんだから似合わないことはないでしょう。散々迷ったけどね、意見合わないし、最後は言い争いみたいになってさ。つかそれお前が俺のにまで口出すからだろ。なんで人のやつ決めようとすんの。決めようとしたわけじゃないけど、合わない下駄を無理に履こうとしてたからさ。指痛めるよって言ったのに聞かないんだから。その後ちゃんと試し履きして選び直しただろ。シンは浴衣になったら急になんか大人っぽい感じになったね。黒系の浴衣がかっこいいな。トーマの方はどっかのお店の若旦那って印象かな。こっちも意外に似合ってるね。意外に似合ってるといえば、彼女の浴衣、トーマとシンが選んだんだ。はあ、惜しいことしたな。浴衣持ってないって知ってれば僕が喜んで選んだのに、失敗した。そのくらいのことでその落ち込みようか。くだらんな一騎。浴衣選びなど大した意味はない。この二人にはびっくりだね。一騎がすっと着こなしてるのとか、ケントが書生さんみたいなのとか。まあケントに関してはそのベルト柄の帯は一体どこで売ってるのかって聞きたくなるけど。浴衣選び自体に意味はないけど、自分が選んだ浴衣を彼女が着てくれるって結構良くない？それは良くない？いや別にそのようなことに興味はないな。興味がない男の顔と声じゃないよケン。はあ、本当にもったいないことしたな。トーマとシンに出し抜かれたよ。え？この子の浴衣はトーマさんたちが選んだんですの？はあ、もうそれならば私にも選ばせてほしかった。浴衣を売っている店という店を回り、全力を持ってこの子に一番似合う浴衣を探し出しましたのに、口惜しいですわ。君ってなんかみんなにすごく愛されてるよね。それはいいことなんだけど。あんたみんなの愛が重すぎて苦しくない？私だけはちゃんと距離感保って接するからね。友達だからね。心情を代弁してくれた上にフォローまでありがとう。心にしみるね。みんな距離なしか引きすぎかのどっちかだし。その引きすぎる人はどこにいるんだろう。案内役なんだから来てないはずないと思うんだけど。右京殿、なぜそんな離れた場所に隠れておられるのか。あっちにいるのかな。いやだってほら、とりあえず遠くから見守るのは基本じゃないですか。右京発見。あれ、なんか普通っぽい。浴衣着て髪まとめてるせいかな。いつものうさんくささがあんまりないね。俺の立場的にそっと草場の陰で見守るとか、闇に隠れて生きる的な、おはようからおはようまでみたいな。おはようからおはようまででは24時間ということではないかと。そもそも今日は貴殿の案内で行くという話ですから、隠れられていてはちと困ります。うん、そうだね。右京がいないと困るよね。それは置いといて、さあ本日最大のツッコミ行こうか。店長のそれは浴衣じゃない。あー、言いたい、本人にツッコみたい。なんで僕の声届かないの。まあでも若って呼び方恐ろしいほど似合ってるよね。釈然としないけど。
じゃあ全員揃ったみたいなんで行きましょうか。全員近寄りすぎず遠ざかりすぎず、俺の攻撃の及ばない範囲でついてきてください。あれ？おかしいな。おりませんわね、ホタル。かなり探したのにな。大人数だから驚いて逃げちゃったとか？いや、そういうこともあるまい。そのような習性がないからこそ、ホタル狩りという風習があるのだからな。だとすると、これはやっぱり…右京さんが、場所間違ってる。そもそも右京さんって、方向音痴じゃありませんでした？でも、写真を撮った場所は、ちゃんと覚えてるんだけどな。まあ、この辺りは広い河原で、場所の特定は難しいやもしれません。それに、昨日からの冷え込みに耐えられなかった可能性もある。一概に右京殿の席ではなかろう。すみません。本当に。いや、謝る必要はない。ここまでの道すがらの散歩、意味のないことだが、悪くはなかった。本当にね。女の子たちの浴衣も堪能できたし、僕もそれなりに満足だな。一輝さんの頭の中ってそういうことしか詰まってないんですか？こら、シン。すみません、一輝さん、こいつ正直だから。事実だからいいよ。でもどっちかというと、トーマの発言の方が気になるかな。では、皆の者、ここからあとは自由行動としよう。せっかくの夜だ。このまま寒暖を楽しむもよし、おのおの別れてホタルを探すもよし、下に降りて文字通り川沿いを散策するもよかろう。ただし、夜なのでご婦人は一人で行動せぬように。よいな。だってどうしよう、誰のところに行こうか。その三人のうち誰？ん？どうしたの、あんた私んとこ来てていいの？あっちで男どもがあんたに声かけたくてうずうずしてんじゃないの？だからこそこちらに逃げてきたのです。誰かと恋愛っぽい関係だったかもしれないけど、今はわかんないし、変に粉かけられても困るもん。まあいいや。それじゃあたまには女同士ゆっくり話そうか。ホタル見られなくて残念だったね。でもここでホタル見つけちゃえばみんなで出かける必要なくなるか。結果オーライってことでいいよね。去年の夏はさ、楽しかったよね。受験生だったけど高校最後の夏だってみんなで大騒ぎして、夏祭り行ったり、プチ旅行行ったり、遊園地行ったり、海行ったり。あんたとは大学入ったら疎遠になっちゃうかなって思ってたけど、そんなこともなかったね。なんか心配して損した感じ。結局今年の夏もこうして一緒にホタル探してるし、また来年も一緒に遊んでるのかな。あんたと話すようになってどのくらいだっけ？3年、4年？だいたい3年くらいか。最初に話したのが高校2年の時で、
ああ、嫌なこと思い出しちゃった。あんたと話すようになったきっかけ。私が更衣室に成績表を落として、それをあんたが拾って届けてくれたんだよね。名前とクラスだけ見たけど、中は見てないからってすごく真剣な顔でさ。それまで話したこともなかったのに、それがきっかけで話すようになったんだよね。あれはきつかったなぁ。よりにもよって一番成績が悪い時の結果だったんだもん。これ見られたのかって死ぬほど恥ずかしかったよ。でもさ、なんか一番恥ずかしいの見られちゃったら、なんかもうどうでもよくなって、いきなり腹割って話せるようになったから、あれはあれでよかったのかな。恥ずかしかったけど、あの時成績表を拾ってくれたのがあんたでよかった。今はそう思うよ。で、そろそろ聞いてもいい頃だと思うから教えて。あの時の成績表、中身見た？え、いきなり質問？和やかに話が進んでると思ったのに。もう3年経ったから本当のことを教えて。どっちなの？なんて答える？だよねだと思ったんだ。だってさ、うちの学校の成績表、氏名が中にしか書いてないんだもん。中身見なきゃ持ち主わかんないから、そりゃ見ないのは無理だよね。そうだよね。はあ、私が学年320人中318位の女でも友達でいてくれますか？そこまでで、二人くらい風邪とかで休んでるだろうから、事実上最下位だよね、これ。まあでも、あれ落としたせいで、人に見られても恥ずかしくない成績を取ろうって必死になれたんだけど、おかげで無事成績が持ち直して大学合格できました。ああ、先輩ず発見。あ、発見された。あらあら、姿が見えないと思ったら、いつの間に二人でこんなところに逃げていたんです？逃げてたわけじゃないですよ。なんとなく二人で話してただけで。リカさんこそ、イキさんほっといていいんですか？イキ様はケント様と水切り合戦に夢中ですの。水切りって、あれ？石を水面に投げてどれだけ跳ねるかっていうやつ。そこに他のみんなも加わって、軽く戦争状態ですよ、今。うわぁ、全員子供だね。一騎様は少年の心をお持ちなのですわ。そういうわけですので、お楽しみのところを邪魔するのは気が引けます。よろしければ、4人でホタルを探しつつ、散策でもしませんこと？女の子だけ？まあいいか、おしゃべり嫌いじゃないし。じゃあプチ女子会ってことで。あ、そうだ、今度みんなで本当に女子会やりません？女の子だけっていうのもたまには楽しいと思うし。あら、それはいいですわね。その話もしながら行きましょうか。では出発。